系写真家高橋よしのり先生のトークショーを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。まずですね、私の方から、ご存知の方も多いと思いますが、プロフィールの方を簡単に説明させていただきます。高校生時代から写真家を志し、2000年にフリーの写真家として独立されます。写真事務所フォトカスガを設立し、風景写真作品をカレンダー、観光ポスター等へ提供されています。初心者向け写真教室を運営されており、写真をより多くの人に身近に感じてほしいという思いから、フォト業界の繁栄活動も積極的に行っております。そんな高橋先生に本日は用途によって使い分け、写真家高橋よしのりのレオフォト三兄弟という、トークテーマで、お話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。風景写真家の高橋よしのりです。本日は CP プラス2024レオフォトブースにお越しいただきましてありがとうございます。ここからの時間はですね、用途によって使い分け、写真家高橋よしのりのレオフォト三兄弟というようなことでお話をしてまいります。私ですね、三兄弟というからには今レオフォトの三脚、主に三機種使っています。まあ、どういったところで使い分けをしているのかというようなお話と、あと三脚使うとこんなに便利みたいなね、結構僕三脚が好きなので、そういったお話も交えながらお送りをしていきたいと思います。はい、それではまずこちらの方から参りますね。まず三脚を使いますとですね、こうフィルターワークが時代だということが言えますね。で、これまあ三脚全般のお話なんですが、まず一番分かりやすいところで言いますとスローシャッターですね。これ ND64 というフィルターをかけていますが、シャッタースピードは4秒です。最近のカメラすごく手ブレ補正が優秀になりましたが、やはり4秒ということになるとどうかなっていうふうにやっぱり思ってしまいますよね。はい、で、なぜ4秒切ったかと言いますと、これ写真の奥の方にですね、こうオレンジ色の紅葉の写り込みがあります。でこれは長野県の阿寺渓谷というところで撮影をしていますが、ここブルーが本当に美しいんです。そのブルーと紅葉の黄色の映り込みがこう絵の具のようににじむように表現したいなというようなことで、4秒のスローシャッターを切った写真だということになるわけです。はい、そして、次なんですが、まあ、あの風景写真撮る方にはね、おなじみじゃないかなと思います。ハーフ ND フィルターってやつですね。明暗差が大きな時に使うフィルターです。これ今フィルターホルダーにつけた状態でね、このようにセットしていますが、これをでカメラのレンズの前にセットして撮影をするというわけなんですが、やはりこの境目ですよね。この黒いところと透明なところ、この境目をどのようにするかというようなことでですね、やはり1枚撮ってみてちょっと境目間違えたなと思ったら微調整をするといったこともありますので、やはりこういったフィルターワークには三脚は欠かせないものだというようになっているんですよね。でこれ実際にですね、シャッタースピード500分の1秒ですから手持ちでも撮れなくはない。でもこのフィルターホルダーをつけて手持ちで境目を合わせるというのはなかなか難しいということが言えるわけです。そして、続いてなんですが、三脚使えばこんなに便利ということで、シャッターチャンスに強いというようなことが言えます。でね、もしかしたらシャッターチャンスっていう言葉について三脚と逆じゃないのって思う方いらっしゃるかも分かりません。これ時と場合によります。これあの撮影をしている様子なんですが、今この組み合わせですね、ここにあります LM323C にギアオンライをつけているような状態で、まあ、あのカメラ構えている様子を撮影をしたものなんですが、向こうの方ですね、遠いところをですね、この辺り見ますと雲海がありますね。霧の中があります。でこの時に撮った写真がこれなんですが、実はこの辺りにうっすらとですね、まあ、あのお寺のお堂が写っているんですが、実際写真では分かんないですよね。これ私の地元奈良県の吉野山で撮影をしました。金峰山寺蔵王堂という大きなお堂があるんですが、まあ、吉野山の象徴ともいえるお堂です。この時はですね、三脚に構えてですね、頼む1枚撮らせてくれと思いながら念をかけて待っていました。はい、そうしますとですね、少しずつ屋根が見え始めますね。はい、もうこれ素晴らしいシーンで、もうドキドキしながら撮影しました。そしてさらに屋根が見えてきます。続いて屋根が見えてきますね。はい、でこのように撮影をしているわけなんですが、
案外ですね、風景写真って止まっているもののように思われがちなんですけど、結構動いています。しかも霧が抜けていくシーンというのはものすごく早いんですよ。ということで私この写真に関しては画面の右下に時間を入れてみました。少し写真を戻しますね。はい、これが屋根が見え始めたタイミングですね。これが8時40分、そしてこれで8時41分、42分、43分でほぼ霧が抜けてしまうということで、本当に短い時間にどんどん霧が抜けていく。この時にやはりこう手持ちだとですね、いちいちこの水平が気になってしまったりして集中できないんですが、三脚に据えておけばですね、ちゃんと水平まで取っておけば、じゃあ画角の微調整であったり左右の振り方の微調整であったりということを調節するだけでしっかりと撮影をすることができるんですよね。はい、といった時で、こういった時ね、特に待っている時、この三脚があると非常にシャッターチャンスに強いということも言えますし、この時100から400ミリの、望遠ズームレンズ、結構重いやつですね、それをつけているんですが、まあ、待機しておく時間も楽ですよね。100から400ミリのレンズつけてカメラから、カメラという肩からカメラをぶら下げておくと、やっぱり結構ね、重いなというふうに思うわけですから、まあ、その辺も含めてね、やはり三脚のメリットというのは大きいなというふうに思います。はい、そして次です。はい、三脚使えばこんなに便利、ゴーストフレアのカットです。はい、これね、三脚本当に有効ですからね、皆さんこれ活用してほしいなというふうに思います。まず写真ご覧いただきましょう。はい、この写真ご覧いただくとですね、いかがでしょうか。ここにゴーストがあるの分かりますか。赤い丸のようなものがね、はい、ありますよね。これゴーストです。はい、ゴーストというのはレンズの前に光が当たることで発生をする、まあ、フレアもそうですね。よくね、晴れ霧とかって言いますよね。はい、そこでです、手持ちで撮っていても三脚で撮っていてもなんですが、ちょっと後ろの方見づらいかも分かりませんが、このようにカメラをこうファインダー覗きますよね。でもうね、横から見たら面白いんですよ。必死でこう手を伸ばしてこう晴れ切りしてるんですけど、全然切れてないね。そんな方結構いらっしゃいます。はい、ファインダーの中でゴーストが抜けているかどうかというのは判断するのは案外難しいものです。そこで私どのように確実に晴れ切りをするかという話なんですが、私普段こういうようなリモコンを使っています。ということで、自分が前に回る、前に回ってレンズの前が確実に日陰になるように手をかざしたり黒い板をかざしたりして晴れ切りをしています。もちろん画角に太陽が入る場合に晴れ切りをすると当然太陽というか自分の手が入ってしまいますよね。なのでそれダメなんですが、太陽が低い時間でも画角に太陽が入っていない場合はこのようにしっかりと晴れ切りをすることができます。これなら間違いありません。間違いないんですけどね、撮った写真必ず確認してくださいね。運が悪いと手が写っています。で、手が写ったらどうするかっていう話なんですが、手が写ったら今度はもう一度恐る恐る手を出してレンズの半分ぐらいまで影にするんですよ。そうするとね、ゴーストと触れ合ってかなり防ぐことができます。ですのでね、こういった時にも非常に便利ですね。で、これは晴れ切りせずに撮った写真ですね。で、もう一枚こちらを見比べてもらいますと、はい、消えましたよね。ちょっと分かりにくいので、これがゴーストが入っている写真、そしてこれはゴーストが切れた写真だということになりますね。はい、なのでそういったところでもね、三脚活用していただきたいなというふうに思います。はい、ということで、やっと両方の三兄弟の話になりました。はい、僕ね、怖い顔で写っていますけどね、本人は怖くありませんから安心してくださいね。まあ両方の三兄弟と言いながら、まあ、僕を入れると四兄弟ということになるわけです。はい、でね、私の身長1640ミリ、分かりにくいですね、164センチですね。そして今ですね、ここスペースの関係で一番長く伸ばせないんですが、そこも皆さんから見てあちら側に置いている三脚が LM324CL です。C の後ろに L とついているバージョンですね。これがね、私の身長よりはるかに高くなります。はい、センターポール使わない状態で約2メーター、そして、こちらに置いてありますこの三脚、これが LM323C に、センターポールを装着した状態ということになります。そしてもう一つは、こちらですね、 LY284C というこの三脚ですね。この三兄弟を使いながら普段撮影をしているわけです。はい、それと、この三脚
2台についています。このギア運台ですね、そこにも今ギア運台というのを装着しております。はい、これですね。はい、でこれを装着しながら撮影をしていると。で、ちなみに LY284C に関してはこのまま自由運台がついているということになりますね。でね、やっぱり自由運台とギア運台それぞれメリットデメリットがあります。ギア運台っていうのはこういうふうに細かく動かせるんですが、ただやっぱりネジの数が多いのでどれがどれだかわからなくなってしまうとかね、はい、そんな方も結構いらっしゃると思います。それに対して自由運台というのはネジ一つで全方向に動かすことができますので速射性が高いということになるんです。ただここではちょっとギア運台のお話したいと思うんですね。はい、やはりこの繊細な調整がしやすいということが言えるわけですが、例えばなんですが、この海の撮影ね、皆さんも結構たくさんするんじゃないかなというふうに思うんですが、この水平線をですねしっかり水平に撮るというのはあんまり難しいんですよね。なんだそんなのカメラに水準器がついてるじゃないかって思うかもしれません。でもね、水準器ね結構いい加減なんです。なので本当の水平の水平ってどこかわからないので、こういった時はいわゆるこうグリッド線ですね、格子線を出したりしながらそこのラインに、まあこれをですね回せばですね、こういうふうにこう微妙に今カメラが傾いているの分かりますでしょうかね。はい、こういうふうにまあしながら撮影をすることができるということになりますので、こういった微調整をするときに非常に便利だというふうに言えます。ちなみにここにあります横にあるこれを開放するとですね、一気にこう動かすことができます。そしてこれを閉めればこのように微調整ギアで動かすことができるということになります。そして続いてこちらの写真なんですが、ちなみにこれ NG カットなんですね。はい、太陽の、太陽は画面のちょっと上ぐらいにあるんですが、太陽の光場を入れて撮影をしようというふうに思いました。なぜ NG カットかっていうことなんですけどね、はい、ここにですねちょっと光場がですね鋭くなくてちょっとこうボワッとなってしまったなっていうふうに思ってるんですが、でこちらを OK カットとしています。光場がこちらの方が鋭いの分かりますでしょうかね。こういったですね光場を入れたり、あとゴーストやフレアをあえて入れ込んで撮影をするときというのはカメラの角度、微妙な角度がすごく重要です。ということで今この写真どのようにして撮ったかと言いますと、今度こちらの後ろのネジでこう前後ろにこういうふうにこう動くんですね。なのでファインダーを覗きながら光場の形が一番いい場所になるようにここで微妙に調節をしながら撮影をしているというような撮影の仕方をしています。自由運台一気に決めてしまえるのは楽なんですが、固定してからちょっとだけ動いてしまう時があるんですね。こういう繊細な調整の時にはギア運台が非常に向いているんじゃないかなというふうに思っているわけです。はい、はい、続いて、あちらにありますね LM324CL というようなことのお話をしたいと思います。ちなみに先ほども言いましたが場所の関係でこれだけしか伸ばせていないんですが、これもう一段4段目があるんですね。はい、この4段目をですねこう伸ばすとですねもっともっと高く、私の身長よりすごく高くなりますので、まあ、そういった時にね、使うと非常にこう便利だということになります。はい、こちら雲海の撮影をしたものなんですが、これ目線で撮影をするとですねここに雲海がありますよね。でここに手前に木がありますよね。これ自分の目線で撮影をするとですねこの木の奥の雲海があまり見えないんですよね。ところがそれを2メートルぐらいの高さから撮影をするとですねやはりこの雲海の奥行きが見えてくるというようなことで、この時は CATATS&324CL を使って撮影をしたというような写真です。なのでやはりこう高さを稼ぎたい時というのはこの LM324CL というのはすごく味方になってくれるわけです。でくれぐれも間違えないでほしいのが 324C っていうのと 324CL というのがあります。私が使っているのは 324CL という背が高くなるというような三脚ですね。そしてあとススキですね、これ地元の奈良県で夕日を撮影をしました。でこのススキもですね皆さん頭に思い浮かべてみてください。結構背が高いですよね。自分よりもはるかにこう背が高いというようなことになってくるんですが、こういった場合も脚立を持っていって背の高い三脚を構えれば上から撮影ができるので、ススキの大海原のような様子で撮影をすることができるということです。ちなみにこんなような状態でね撮影をしているということになります。で少し話がですね
こちらの MM323C の方に戻るんですが、私基本的に実は三脚は三段が好きなんですよ。なぜ三段が好きかと言いますと、まあ、ここに四段の三脚があるんですけどね、まあ、もう一段伸ばします、はい。4段の三脚というのは足が1段、2段、3段、4段ということですから、ロックナットが3つありますよね。3つかける3本の足ということで、9つのロックナットを操作しないと、まあ、最も伸ばすことができないということで、それね、僕はちょっと面倒だなと思うんですよ。ところが3段だと当然なんですが、ロックナットは2つですよね。かける3本の足ということで、非常にこう簡単に、まあ、伸ばせる、スピーディーに伸ばせる。実は私、車に積んでいる時というのは、もう一番下の足をいつも伸ばした状態で実は積んでいるんですね、はい。まあ、もちろん低く構えたい時は、ね、これ縮めないとダメだということになるんですが、それともう一つです。3段のお気に入りなんですが、当然なんですが3段であればですね、一番上の太いところありますよね。で、一番下の細いところあります。こことここの差が当然、まあ、小さくなりますよね。一番下の足でも結構な太さがあるということです、はい。で、ここで私ですね、普段ですね、昔なら怒られたのかもわからないんですけどね、三脚の使い方です。昔ね、私も写真教師の講師歴が結構長いので、昔は三脚の足は太いところから使いましょうみたいな話をしました。じゃあここからカメラを下げるときには、ここの下の方の足を縮めましょうというようなお話をしましたが、今ですね、カメラ、私もミラーレスカメラを使っています。ミラーショックがなくなりました。非常にそういったこともありまして、またこの 323C とかであれば下の足が太いですよね。なので高さ調整も今ここでやってしまいます。その方がね、もちろんその早いですし、あとね、私別に腰が悪いわけじゃないから、腰が痛い人でも優しいですよね。というようなことで、ちょっと昔と違うようなセオリーを少しこう無視したような使い方をしているのかもしれませんが、これができるのも、まあ、この3段の三脚ならではだというようなことに感じるわけです。そして 324CL のお話にここから戻りますね。ちょっとこちらに私移動します。はい、こちら 324CL 大きな三脚なんですが、これさらに下がもう一段伸びるんですね、はい。かなり高い三脚です。なのでこれ言い換えればですよ、3段の高さでこれだけの高さがあるんですよ。なので普段は3段の三脚として使える。だって一番下の足は使わなくていいわけですから。なので普段は足をこういうふうに3段の三脚的に使っておいて、いざとなったら4段目を高くするというような使い方ができる。そういった意味でもこちらの三脚すごく気に入っているというようなことになりますね、はい。ということでね、いろいろね、やはりこう背が高い三脚というのはね、まあまあ便利なところがたくさんあるということです、はい。なのでこういう時もね、もう最初からすすきのところとかに行く時はね、脚立持って行ってちゃう。で、あちらの方の324CL を持っていくような、まあ、取り方をしています。続いて、センターポールのお話をしたいと思います。で、今ですね、ここにはですね、 324CL にはセンターポールがついていませんが、実際私が普段から使っている場合は全ての三脚にセンターポールをつけています、はい。で、私の三脚選びの条件としてはセンターポールがあることというのが一つの条件になっているわけですね、はい。また出てきましたね、はい。さっきと表情が変わりませんね、はい。怒りませんから大丈夫です。で、LM324CL はね、これセンターポールついてるんですが、もう画角が間に合わなくなっちゃったので、センターポール伸ばしませんでした。でね、やはりこうセンターポールを伸ばすと高さが稼げるんですよね。で、さっきもお話をしました、カメラ、ミラーレスカメラになってからはですね、ミラーショックというのがなくなりましたので、センターポールも目いっぱい伸ばして撮影することが増えました。で、こちら、今年の冬に撮影をしたものなんですが、これを撮っているシーンとしてはこのような撮り方をしているんですね。長野県の横谷渓谷で撮影をしました。で、この時なんですけどね、このちょっと歩くということもありまして、軽めの LY284C というのを持っていきました。そうするとですね、この前にちょっとこうカメラの前に枝がありますよね。この枝がどうしても邪魔になってしまうということで、少しでも高い位置に構えたいということで、このセンターポールを目いっぱい伸ばして撮影をしたということになります。でね、確かに強風が吹いているとか、そういった時にはこの使い方おすすめしませんが、特
に風がない時とかであれば、センターポールね、今目いっぱい伸ばして撮影をするというようなね、ことも自分自身、まあ、やっているということになりますので、まあ、ちょっとこう、カメラ、機材が変われば、まあ、三脚の使い方も変わるということで、そのあたりはこう柔軟にね、皆さんも三脚持っている方は、まあ、使うといいんじゃないでしょうか。そしてセンターポールのまあもう一つお話なんですが、これはサザンカの木からこう光量が、ね、太陽を取り入れている写真なんですが、この写真ね、三脚で撮っているとですね、こうゆっくりとフレーミングしているとですね、太陽が上がっていくので、これ朝の写真なので、太陽上がるとですね、さっきいい光量だったのに光量が消えちゃうみたいなこと結構あると思うんですよ。そういった時でもこういうふうにセンターポールを少しだけ高く低くするとですね、うまくこう太陽が光量が入る、葉っぱと葉っぱの間から太陽の光を覗き見ることができる的な使い方もできます。ただこの場合、上下だけでは光量がきれいに入らない時がありますので、それでダメな場合は左右に動かしながらどこに構えればいいかというようなことをまあ考えるということになるわけです。はい、ですのでね、センターポールね、もうできれば、できればというかもう必須ですね、私の場合はね、はい、というふうに考えています。はい、そして続いてです、三兄弟の一番小さな三脚ですね。はい、私ですね、使っている三脚の中でこれが一番小さな三脚ということになります。はい、こちらのパイプ径、一番太いところが28ミリありますので、まあまあしっかりしてます。でもね、これ一見して皆さん見ると細いですよね。はい、あ、写真あるんです。はい、こんな風にね、かなり細いです。なぜ細いかと言いますと、ここの真ん中のセンターポールが三角形になっているからです。はい、で実はですね、最初に使う前、使ってみる前はですね、このセンターポールで大丈夫かなと、防水感は大丈夫かなってちょっと不安に思ったものなんです。ところがね、使い始めてみるとですね、結構使えるというか全然問題ないぐらいなんですね。ということで、やはりこの細く作れるというのは、重量もまあもちろんそうなんですけどね、こう持った時にこう、私そんなに大きな手ではないんですが、まあ、手の収まりがいい、そしてカメラリュック、カメラマークに取り付けた時にも非常に収まりがいいということになります。さらにこの三脚軽いです。雲台付きで 1.6 キロをちょっと超えるぐらいですね。ですので、やはりこう山登りであったりね、電車移動、公共交通機関での移動にも最適だというようなことになってきますね。でこの時に撮影をした写真がこちらです。さっきの写真は静岡県浜松市の中田島砂丘というところで撮影したものなんですが、この時新幹線で移動しています。なので私、新幹線移動の時は必ずもうこれです。はい、というようなことでね、やはり三脚はね、持っておくとスローシャッター表現がしっかりとできるということで、大体私ね、どこ行く時でも三脚を持っているということになるわけです。はい、そしてこれは去年の秋にですね、岐阜県で撮影をしました。ここまで歩いてだいたい1時間少しぐらいかかります。1時間10分ほどでしょうかね。桂の巨木がね、こう並んでいるというようなところになるんですが、シャッタースピード的にはこの時15分の1秒、あ、ごめんなさい、15分の1秒ということで、やはりまあしっかりと、まあ、三脚をね、据えて撮影をしたいというようなことで、この小さな三脚を持っていたということです。はい、そしてですね、私さっきからセンターポールが好きだっていう話をしています。じゃあローポジション取るときはどうするんだっていう話なんですけどね、実はですね、ちょっとこれ背を伸ばしますね。これで後ろの方見えますでしょうか。はい、実はですね、この三脚ですね、今ここにないんですが、ショートセンターポールというのがついています。ショートセンターポールというのを使えば、これを抜いてしまって短いセンターポールに変えればペタッとこうローアングルができるというふうになっています。ただです、はい、私実は昔は使ってたんですけど、今ね、そのね、ショートセンターポール使わないようになりました。なぜかと言いますと、ショートセンターポールに変えるとき、これを抜きますね、雲台を外すでしょ、でショートセンターポールにつけてまたはめ込む、ちょっとねこれ面倒だなというようなことをまあ思い始めたんです。でなんとかいい表、いい方法がないかなと思って、まあ、こういう写真を撮った時に、まあ、思いついたんですけど、この時ね、偶然思いついたというか、はい、で状況的にはこのような状況で撮影を、まあ、しているこういったシーンなんですけどね、この時に手前の落ち葉、まあ、これ見てもらったらそんなに綺麗な落ち葉でもないです。
ということで、この落ち葉を前向きに使いたいということで、カメラ位置をとにかくローポジションに構えたいと思ったときに、やはりですね、ショートセンターポールに変えて、それでもやっぱり雲台の高さとかありますよね。そうするとね、大きく動かせないんですよ。しかも撮影をするときにですね、結構その、明るいレンズを使わないとボケてくれないということで、じゃあどうしたかということなんですが、このように使いました。はい、今これセンターポール抜きましたね。はい、抜いたセンターポールを逆さまに刺します。はい、そしてここにカメラを逆さにつける。そして液晶モニターをこちらに引き出す。そうするとですね、本当に地面すれすれにまでカメラを構えることができるということで、この LY の三脚というのはローポジションにも強いなというふうに思っているんですね。はい、なのでね、これをね使った時にね、あ、いい使い方あるなと思ってね、自分で自分をちょっとこう褒めてあげたんですけどね。でその時に撮影をした写真がこちらだということになります。はい、で手前をやはりこう大きく動かしたいということになりますので、やはり例えばこれ16から35ミリの F2.8 のようなズームレンズで 2.8 で撮影をしてもですね、あまり大きく動けてくれないんですよね。やはりそれは画角が短いからということになるわけです。ところがこれ20ミリの F1.8 のレンズで撮影をしているんですが、これだとあの高さ、この高さですねに構えれば、ここまでぼかすことができるというようなことで、私必ずですね、カバンの中には単焦点レンズっていうのは入れているんですよね。で、どうしても風景撮影の場合ってズームレンズが主体になりがちですし、私もやっぱり、まあ、その通りなんですよね。でもズームレンズだけでは撮れない絵があるというようなことで、この時ね、もしかして僕ズームレンズ16から35ミリとかで撮っていたら、あ、思うような絵にはならなかったなというようなことを思ったかもしれません。はい、であとですね、手持ちで撮れればこの高さって簡単に撮れるんですが、シャッター数と3秒ですよね。はい、まあ、実際にはこれはもう三脚が必要な、まあ、秒数だということになってくるわけです。はい、ということでですね、駆け足ではあったんですが、私ここまでお話をさせていただいたんですが、まあ、これ三兄弟ということでね、大体ですね、撮影地がですね、どこかどういった場所か分かっている場合というのは、まあ、基本的にはこの LM3234、 これがメインの三脚で使用頻度としては一番高いです。そして、次に使用頻度が高いのが、まあ、これ、それからもう一つ LM の 324CL、 背が高いところに行くとかね、あと傾斜地もそうですよね。先ほど私吉野山の写真を見ていただきました。1枚目の時に見ていただいたんですが、やはりこう急斜面になっている時にですね、その足が1本長くできるとですね、ちゃんとこう水平に立てられるんですよね。ところがやはり足がそんなに長くないと水平に立てるのが大変だと。ですので高さだけではありません。傾斜地に、そこそこの高さ、自分の目線までの高さを確保するという意味でも、この LM324CL というのは、非常に私の役に立ってくれているということになります。はい、ということで私ここまでのお話してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの撮影の、ね、参考になると嬉しいなというふうに思います。でなかなかですね、後からこう時間が詰まっておりますので、ここでご質問を受ける時間というのはないので、私この後このブースのあたりですね、大体まあ15分くらいはおりますので、もしご質問がございましたら個別に、来ていただけたらなというふうに思います。はい、30分というお時間でありましたが、皆さん、お聞きをいただきましてありがとうございました。高橋義則でした。はい、とても勉強になるお話ありがとうございました。改めまして風景写真家高橋義則さんのご講演でした。ありがとうございました。ありがとうございました。